アナウンス部は日本の放送事業者におけるアナウンサーの所属部署及びその名称である。局によってアナウンス室、アナウンサー室、アナウンスセンターと名称は多少異なるが週刊誌の女性アナウンサーに対する報道でよく登場するアナウンス局という名称は民間放送、NHK 双方とも存在しない。地方の小規模局の場合は アナウンス部そのものが存在しないこともある。テレビの在京企業局においては、おおむね編成の下部組織に置かれており、富士テレビを除いては、アナウンス部の名称である。地方局は、設立経緯や、会社の事情によって異なるが、おおむね、報道局、または、編成局にアナウンス部が置かれる。だって県営局は、設立時代の名残からラジオ局に置かれることが、 多かったが、地方局で現在ラジオ局にアナウンス部が置かれているのは宮崎放送だけである。また、規模の小さい地方局などは、報道部や制作部に所属し、報道記者やディレクターを兼務している場合がある。ありがとうございます。